こんばんは、長友新平です。今日のシニアペット応援アート、モデルはジュリちゃん。12歳の女の子ですね。キラキラした目が特徴的。写真がね、ちょっと一部しかね、お見せできないんですが、こちらね、どういう風に今日は描いていくのかなというところで、最後までご覧くださいね。10分ぐらいの動画になっております。さあ、最初はね、毛並み、やっぱり、わしゃわしゃっとしたところの毛並みから筆でぐいぐい描いていってるところからスタートしてますね。はい、メッセージもいただいてますよ。のんびり自分のペースで楽しもうねって書いてありましたね。のんびり屋さんでね、マイペース、とっても穏やかな感じなんでしょうかね。写真の笑顔からもすごく見て取れますよね。こちらもね、何枚か写真いただきまして、そういう表情をね、見ながら書かせていただいておりますね。こちらのママさんはね、12月の田園茶房の似顔イベントでも書かせていただいたっていうことでね、はい、まあ、イベントの感じとまた今回のシニアペット応援アート、まあ僕自身自由にね、書かせていただいてるっていう、まあイベントも楽しくイメージを膨らませながら書いてるんですが、まあ、この企画っていうところはですね、皆さんにご了承いただいてですね、まあ、その時々の本当にこう実験的な絵画っていうのかな、自分の中で新しい表現を模索するっていうところもまあ大事にしておりますね。そういう中でご了承いただいたたくさんの方にご応募いただいて、私もですね、どうですかね、イベントの時はね、30分とかで本当にバッと、もう本当反射神経のようにですね、ババババババッとその子の印象を見て描いていくというような形なんですが、こういう、まあ、自宅でですね、何かいろいろ考えながら描いていくっていうような感じ、まあ、何が違うかっていうと、まずですね、10分15分ぐらいはずっと画用紙を見たり、アトリエから見える外の風景を見たりとか しながらね、なんか瞑想してるっていう、何か降りてくるまでずっと待ってるっていうことがまあ違うでしょうね。なので、まあ、今日は何描こうかなっていうふうにじっくりと待つっていう感じ、自分からつかみに行っているイベントと違って待ってるっていうね、感じですよね。恋愛で言ったらね、なんかグイグイこうなんて、一流の方に向かってグイグイ攻めて攻めてね、メール攻撃とかね、なんだろうな、いろいろこうコンタクトを取ろうとしてね、グイグイ攻めるタイプがイベントの長友、そして、アトリエの長友は、まあ、待つ男って感じですかね。その相手からね、連絡が来るのを待ってるっていう感じじゃないでしょうかね。まだかなまだかなって言いながらね、まあおひとやかな感じでしょうね。ね、そういう感じだと、まあ、絵もやっぱ変わってくるんじゃないでしょうかね。まあそういう中で、はい、いきなりね、紺色でバッグをしっかり塗り出しました。これもね、最初からちょっと考えてたんです。一つ自分の今回のテーマとしてはね、ちょうど今キリストの十二使徒の、まあ、自分の中で勉強をしていて、すごい面白い雑誌に出会ってね、それでね、ヨハネ、十二使徒の、まあ、お弟子さんですよね。結構絵画、中世の絵画にも出てくるヨハネ、まあナルシストな怒りん坊っていうね、タイトルがついてるね、ヨハネなんですよね。でそのヨハネの絵画を見てね、すごく何て言うのかな、すごく心打たれたという感じですね、フレスコが。でまあそういうような何でしょう、結構こう印象っていうのを絵画に生かしたいなと思ってね、今回はバッグをしっかり紺色っていうか、まあそういう祈りとかね、そういうのをイメージしてしっかり塗ってると。でここから、まあ、余白に、白い絵の具を指でね、グイグイグイと描いてる、まあアクリル画のように重ねて描いて、
さらにワシャワシャ感を出していくというような感じでしょうかね。はい。で、音楽もね、毎回いろいろ音楽流してるんですけど、まあ、教会で、なんかグレゴリオ聖歌みたいなね、感じの合唱を聞きながら書いておりますね。うん。で、僕はね、やっぱりいつも思うんですが、なんでしょうね、こう、うん、いつもこう救われたいっていう気持ちがねあるんですよね。なんかこう救ってくださいっていうかね、お救いください神よみたいな感じでね、うん、神様みたいなね感じでね、仏様どうぞ私をお救いくださいってねよく思うんですよね。なのでなんていうんですかね、そういう祈りという意味も、まあこういう静かに待ってイメージが降りてくるまで待ってる時間っていうのは、そういう祈りを捧げる時間っていう意味合いも強いかもしれないですね。そういう意味ではですね、まあこの子の色は割と白とかオレンジ黄色みたいな暖かい暖色系が使われながらもね、何かそこに静けさとか厳かさとかね、なんかそういう神聖な感じっていうのを絵に入れ込みたいなっていうのが今回のテーマだったんですね。うん、これは別に背景、例えば前回のように、前回のイメージだとほとんどもう真っ白で余白を生かしながらね、なんかこう動きがある、そして静かなたたずまいっていうのがテーマだったのに対してね、まあ、同じようなテーマなんだけど、今回はよりその厳格な感じっていうか、うん、何か祈りを静かに教会で捧げているというような感じがイメージにあったんですね。うん、まあそういう中で自分の何かこうテーマというのかな、自分にとって絵を描くことがどういうことなのかっていうことを考える機会にしたいなって思ってるんです。この1ヶ月間ね、緊急事態宣言が出されて、まあ自粛っていうところになりました。そういう中でまた改めてですね、普段の日々とは違った何かそこで改めて、なんていうのかな、自分が何者なのかと、うん、世の中に対して何ができるのか、何を求めてるのかっていうようなねことを、まあ、考えるきっかけにしていきたいというふうに思ってこういう企画を考えた。でそういう中でやっぱりシニア犬のね生きる姿とか、飼い主さんがその子に関わってる姿っていう、そういう尊い姿っていうのを、まあそこに何か僕の祈りみたいなテーマがですね、うん、すごくマッチしてるんじゃないかなっていうふうに思ったわけですね。そして今度は紺色の背景ですね、透明水彩のにじみが響き渡るというか、そういうような背景に何か教会のような形っていうのを、白で書き起こしていってますね。うん。何か見えるか見えないかみたいな感じ。はい。そしてちょうどそのフレスコが参考にしてた、こちらね、ヨハネのフレスコ画に書かれてあった教会の、まあ、デザインとかね、なんか大理石のいろんな形とか、それこそそのシンボルとかね、そういうのを、背景に入れ込んでいってるというような感じなんですね。うん、まあ乾燥しててね、夜は特に喉がちょっとガラガラになっちゃって、なかなか、まあ、喋るのがねお聞きづらい、聞きづらいという方、ね、いらっしゃって申し訳ないですね。まあ今録音してるのが、まあ8時30分か、うん、まあ子供もやっと寝かしつけてというところで、はい、まあ今日も朝から晩までねずっと育児、2歳児、まあの2歳児ですよね、僕が制作できる時間はまあ2時間ちょっとくらいかなって感じですよね。この編集も寝静まった後に静かに録音をしているという感じです。はい、まあ、ただ朝はねジョギングしたりとかいろいろ考えたり、まあ、家にある仏壇とかね、
あの神棚にね手を合わせで今日も一日お願いしますと家へ書かせてくださいっていうふうにお祈りしながら書いて、まあ今日が終えたという感じですね。本当にジュリちゃんこういう機会を与えてくださってありがとう。このアップですね、目の光、あとはシャワシャ感ですね、細かく丁寧に描くところと絵の具で塗りつぶすところ、はい、そして背景もほんのりと教会が見えるというような形でまた新しい絵ができたかなというふうな感じです。それでは皆さんまたご覧くださいね。ジュリちゃんありがとう。いつまでも元気でのんびり自分のペースで過ごしてくださいね。僕も見習いたいな。ジュリちゃんのようにのんびり絵を描いていければいいなって思ってます。それでは皆さん、さようなら。